ちゃんがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。パワーベルトが欲しいんじゃい。というわけで、せっせと夜鍋して貯めたプラチケを、使って、パワーベルトリベンジ100連していきたいと、思います。ちなみに現在未所持の排出対象スタイルは、こちらです。狙っているのはパワーベルトですが、未所持 SS なら何でも OK。なんなら50になってないスタイルなら OK くらいの、気持ちで、無欲に回していきたいと思います。でもパワーベルトが欲しいんじゃい。さあそれでは参りましょう。パワーベルトを、求めて再び100連、引くぞー。安定のスタートですな。まずは何かしら SS を引きたいです。喋ることがなくて困るので。ギリギリ大きめですが、爆発ナッシング。コッペリアはまだ50になってなかったので、良きですな。こっちのスタイルには、あまりお世話になってませんが、ランズ継承の技マシンとして、活躍してくれてます。25連で SS 一体ゲット、その調子で、お願いします。ビリビリは大きめですが、これはこれはボルカノさん、最優秀ドロップスタイルですな。ベア様以外はまだ50になってないので、これも OK です。35連で SS 2体、エンジンかかってまいりましたかな？久しぶりのマコバにダブルクロス。これはワンチャンあるかぽね。ワンチャンないかぽね。
クーンも50になってないのでオッケー。今回引きがいいですな。45連で SS3 体、次が50連目でございます。ビリビリ大きめは結構きますな。お、惜しい。少しかすったんですけどね。知人ガチャで唯一持ってる愛車。まあ50じゃないのでオッケーです。50連で SS4 体、しかも白結晶域がゼロ。ここまではいい感じですな。残り50連参ります。見事に失速しちゃってますな。残り5セットでございます。あと4セット。3セット。5セット。
次がラスト、100連目でございます。なんと愛車以降 SS すら出てこず。まあそれでも100連で SS4 体ですので、トータルで見たら、普通ですな。普通、多少自分に言い聞かせておきます。アサシンベルト集めは一段落しましたので、15日の4時まではひたすら宝箱集めしてまいります。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、